勝しやがって。戦うなら最初から私に任せておけばこんなことにはならなかった。ごめんなさい、つい楽しくなっちゃって、ここ最近欲求不満で。お前の陰湿な性格は今に始まったことじゃないからいいが、戦闘なら私に任せろ。いやよ、気持ちいいところだけ横取りするなんて人が悪いわ。キルケ、それはダンテ様より大事なことか。ああ、ダンテ様、私を愛してくださるあの方が消えてから私の体のうずきは収まることはない、虚しいばかりです。なら、我慢しろ、そうすれば最初はキルケに全部譲る。キリア、あなたのその性格、私好きよ。二人で楽しみましょう、今さらどっちが先かなんて言いっこなしだわ。キルケがそう言うならありがたく寵愛を受けるわ。よし、治療は完了、あとは扉のところに行けばいいだけ。愛しきダンテ様、今私がお出迎えに行きます。これが、悪魔界の扉。正式名称は、悪魔界第一関門。悪魔界とは何層も続く世界、だが悪魔界はこの世界の断りと異なるため、地位によって各層に悪魔を分けられていると言われている。それは強い悪魔が一体いれば、同じ層に住む悪魔が全滅してしまうことからできた悪魔界特有のルールのようなもの。悪魔と契約した者、悪魔術師、悪魔と対話したことがある人物なら知ってて当然の知識。ダンテ様は第一層悪魔しか召喚できなかったから落とされた場所もおそらく一層。さあ、マスターダンテ様、この世界に繋がる扉を今、お開けします。どうか機関を。開いた、この先が悪魔界。あとはダンテ様が帰還するまでこの扉を防衛しなければいけないな。嘘だろ。まさかこんなところに。なんで、人気連合中の一角、ティアマットの第一テーマ城があるんだ。どうしたの？ここは、まずい。嘘だろ。なんであんな大物か。やはり、まだゴミどもがいたか。なに、なんであんなに夜桜は怯えてるの？恐るべき女神、イニシエの大魔女、キルケ。懐かしい矢だなね。でも残念、この肉体はただの器、封印とは厄介なものだ。どういうこと？人気連だ。元ご中 S の称号者、今のご中 S の称号者に本来の肉体を封印されてから中級クラスの級に降格した人物。キルケ、ヘイリオス。腑に落ちねえな、悪魔界を開いて何かしたい。私の愛しき人、ダンテ様を復活させるためよ。ダンテ、あいつの称号は M だ、お前より断然低いじゃねえか。愛に強さは関係ありますか？そもそも私はキルケであってキルケではない、この体は本来キリアのもの。力、魔力など本来のかけらほどもない。私は強愛の女神、キリアのダンテに対する愛で私も強愛に染まる。さあ、悪魔界の扉はすでに開いた。ダンテ様の帰還の間、誰にも邪魔させないわよ。上で私の電撃雷を乗せた剣を止めた。私は太陽神エイリオスの娘、もともと七葉なんて私の血筋の劣化品でしかない。専門違いだけど見せてあげる。本当の七葉を。体の内部が、爆発、した、だと。七葉の真の恩恵は、正義、それを7つに分けたのが今の恩恵。キリアではまともに正義の恩恵を発動できないけど、私なら本来の威力が出せる。ねえ、教えて。霊体って跡形なく粉々にしても復活するのかしら。ねえ、あなたの大事な人が頑張ってるにもかかわらずずーっとそこに立ってるつもり。無理だ。5000万。だぞ。おそらくこれっぽっちも出してない状態でだ。その上、俺は遠距離型と相性が悪い。ほら、本命が来るまでここで社交男子くらい付き合ってくれてもいいんじゃなくて。バカよな、お前みたいなサイコパス相手なんか、社交場でも遠慮願いたいね。ふふ、恐怖を全く隠しきれてない。ダメよ、紳士は常に堂々としてなきゃ、ポーカーフェイスをたしなんでおかないと。そりゃあ失礼、お前への嫌悪感はどうも、表情程度じゃ隠しきれないみたいだわ。減らず口を。巨大化せよ。おい、おい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 。重くなったわね、それで次はどうするのかしら。どんだけバカ力からなんだ。お前、ダンテを復活させて何かしたいんだ。新世界計画か、世界テロか、そんなもんお前一人でもできるだろ。愛のためよ。またそれかよ。
キリアの愛が私すらも愛で満たした。その愛する人を私が助ける。それに何か問題でも。ちょっとは思えねえわ。生まれて数十年程度の子供には理解できないわ。私は多くの愛を見て、感じて、数百年若返りながら、魂だけになりながら生きてきた。その境地、理解などされてたまるか。そ、やりづらい。魔法使いのくせに筋力が俺より上ってありかよ。カムイ、大丈夫か。相手は恩恵っていう攻撃があるって事前の情報で把握していただろ。ごめんなさい、スピードでなんとかできると思って。まあ、無事ならいい。はっきり言ってあれはやばい。俺が今全力を出しても全然届かない。現時点で5000万だ。第二オーラのことも考えたら1億以上はあるだろう。まさか、ここまで。現世の戦いは過酷なのか。感じよ。とりあえず止めるぞ。正義は出すな。どう思て。抵抗しても無駄だってなんでわからないのかしらね。黙れ、羊なら黙って紅茶でもすすってやがれ。それとも棒の方が好みか。下品ね。まあそんな下品も嫌いじゃないけど。そうかい、なら受け取れや。巨大化せよ。いやね、大きいだけなんて品のない。ナイフの刃先で止めた。針に糸を通すとかそんなレベルの話じゃないぞ。今度は逃げれなくしないとね。必要、アールグードセリア。ごほ、ごほ。そ、硬い上に破壊力も上物か。本当にヤバいなこらー。刀剣融合で止まるのか。内風、カムイ。さっきから邪悪な気配が濃くなってるぞ。扉はどうなった。もうすでに開いてる。早く閉じないと本当にヤバい。だが開いてた。あの陣地連中の汁気が、俺の攻撃が全然通らねえ。元ご中華、なんでそんな奴が。ダンテの復活だ。ダンテ、意味がわからない。あんな奴を手元に置いて何の意味が。カナネ君、カムイさんの傷は治したよ。4人で一気に攻めよう。ああ、恩恵には気をつけろよ。立てる。ありがたい。おうか、相手の恩恵は正義と治療だ。戦闘中は絶対に回復はするな。わかってる。さっきからちゃんから聞いたからね。よし、行くぞ。騒がしいお出迎えだな。それに懐かしい顔もいれば、見ない顔もいるようだが。なんだ。この異常なまでにまがまがしいようだわ。ああ、愛しきダンテ様。ずっとこの時を待ちわびてました。それに以前よりはるかにたくましく、そして美しい。ダンテ様ははるか上位の存在になってご帰還された。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか。ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。